静かの海さん。お。はい。スポーツバッグ。が、ゲラ側ですね。はい。はい。え、そうだね。え、東海の二人が。あ、確かに、東海が。読みます。はい。僕の夏休み in ニューヨークでは、こんなことが起こる。はい。ください。ね、やっぱ、季節もんですね。夏。なんだろう。確かに季節もんやけど。はい。季節もんですよ、これはもう。どうなってしまうんでしょうか、in ニューヨーク。どんなことが起こってしまうんでしょうか。海外。海外行きました。おー、来ましたね。では行きましょう。佐々木さん。僕の夏休み in ニューヨークでは、こんなことが起こる。オーガスト 13!Oh my god! 一発目。うわぁ、いい。そっち入っちゃった。なるほど。悪いやな。海外の反応みたいな。海外でもあるよな。海外でもちゃんとあるやな。What?What? って言ってね。いいですね。素晴らしい会場ですね。では行きましょう。リセット。はい、行き上がりましたね。では、ニューコンさん。僕の夏休み in ニューヨークでは、こんなことが起こる。カブトムシの代わりにスニーカーを集めるモードがある。見事やなぁ。いや、スニーカー同士で戦うシーンがあるってこと。なんでモードあるの意味不明だけ。いいっすね。スニーカーで。冗談だというのかないいっすね。冗談。いや、ほんまにある、あると思う。それいいなぁ。素晴らしいですね。素晴らしい感じついております。リセット。では、キリマルさん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。持って帰ろうとしたカブトムシを空港で没収されてしまった。カブトムシ最後。そりゃそうだ。そっかそっか、確かにそうだ。最後そうだ。危険、危ない、そういうの生き物だね。生態をね。生態系壊れるからとかね、あるからね。悲しいですね。行きましょう。リセット。じゃあ、ゆげさん行きましょうか。はい。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。ちょっとこれ、めちゃくちゃ普通すぎますけど、すみません。ホームステイ先の年上の女の子に来る。最高。これは、いや、いいな。これはちょっとやっぱ、めっちゃ読み込まないと。いいな。多分事実なんで、これはちょっと。これは一応入れときましょう。急にめちゃくちゃやりたいな。ちょっとセクシーなんだろうなっていう。これちょっとね。うん、あ、いいですね。いいねっていう。中学生ぐらいかもしれない、ね。ちょうどね。ちょっとまたね。あ、行きましょう。リセット。じゃあ、キリマルさん、行きましょう。僕の夏休み、in ニューヨークでは、こんなことが起こる。俺、秘密基地に案内してあげるから、ついてきなよって言って、入ったら、なんかモニターだらけの想像と違う人。ハッカーが。ニューヨーク本来の秘密基地。あ、いいね。マジガチ秘密基地。いいですね。まあ、都会ですからね。いいですね。リセット。あ、では、じゃあ、ニューコンさん行きましょうか。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。セーブ中の画面で金髪の男がジョークを言ってからワイルドにハンバーガーをかじる映像が流れる。ありそうやな。あいいな。セット。じゃあ、佐々木さん。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。クリア後の2周目、1周目でいつも橋の下にいたヒントをくれるホームレスが未来の自分であることを悟る。何それを示唆する何かありそうやけど。どうなってまうん漫画とかであるやつです。いいなぁ。いいですね。深みがありますね。これなんか。いいなぁ。リセット。では、ゆげさん行きましょう。はい。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。中盤まで、土足になれないっていう。ああ。やばいな。確かに。脱いじゃって、あれっていうのかな。いいですね。リセット。じゃあ、北沢スイッチさん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークでは、こんなことが起こる。もう本当に見たことないんですけど、4分の3カットのスイカを食べてた。4分の3カット。食べに行く。パンパン5パンスイカ食べてる。どうやって食うんだよ。ニューヨークでも、ね、スイカなんですね。グラフみたいな。リセット。では、じゃあ、ニューツーク行きましょうか。はい。
僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。物価が高くて、あの、駄菓子屋とかでも全然物が買えないから、序盤はレモネードを売って稼ぐ。そう、難しい。ありそう。レモネード売らなかった。夏休みなんじゃないのセット。はい、では、きり丸さん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。子供の画力特有の現地の人の鼻が尖りすぎている絵日記を想像つくな。絶対良くないからな。で、なんかそばかすとかも書いてありそうです。行きましょう。リセット。で、ニューコンさん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。びっくりしたんですけど、ファーストパーソンシューティングだった。そう。何した？ちゃんと言ったのに。ニューヨークの街で、ボクシングが、アイテム拾って、シールド焚いたり。僕らって画面用意するのかよ。いいなぁ。セット。では、ゆげさん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。麦わら帽の被りにヤンキースの帽子を被る。ああ、ニューヨークだ。ニューヨークだ。ニューヨークの子は被ってそう。被ってそうだな、確か。セット。佐々木さん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。あの、追加 DLC にパディントンとのコラボエピソードがある。ついてないな、しかも。メインストーリーには関わってこない。リセット。ニューヨーク。ひりまるさん、行きましょう。僕の夏休み、in ニューヨークでは、こんなことが起こる。お母さんに話しかけて、セーブが終わるまでの間、挨拶のハグとキスを繰り返して。ああ、いい、ずっと。ニューヨークですね。ニューヨークってアメリカですね。リセット。はい、じゃあ北澤スイッチさん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。もう車の窓からずっと腕が出てるのがすごい嫌だった。なるほどね。だいたい運転手だよ。なんかアメリカだな。子供がな。セット。じゃあ佐々木さん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。僕の夏休み本編で、あの、12時を過ぎて外で歩いてると、あの、眠くなって気絶して家にリスポーンするんですけど、マリファナを吸うと気絶して留置所でリスポーンする。最悪や、悪いな。はい、もうゲームオーバーですよ、ナイス。悪いな、アメリカは。では、今回答がある方、挙手ボタンをお願いします。ゲームオーバーですよ。ではでは、ニューツー君から行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。あの、さっきのレモネードで稼ぐのはちょっと時間がかかりすぎるんですけど、あの、ワインボトルを持って観光客とぶつかると一気に稼ぐことができる。最悪。最悪だ、最悪だこいつ。いや、最悪だって。悪ガキですね。では、ゆげさん行きましょう。はい。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。日本より治安が良くないから一人で出歩くシーンがない。だいぶ手動画。わかりますかね、子供一人。子供一人だと危ない。通報されますからね。全然おもろないゲームになってる。では、次、きり丸くん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。あの、夜ご飯はそうめんでーすってなんか気使ってくれてんのかなと思ったら。なんかアメリカのお菓子みたいなカラフルなそうめん。違うんだよなーって思いながら。全然。息かけそうですね。では、ユニコーンさん行きましょう。僕の夏休み in ニューヨークではこんなことが起こる。デフォルトの移動手段がスケボーなので楽。徒歩じゃないか。徒歩じゃないから。佐々木さん行きましょう。え、俺？あれ？でか。俺じゃないです、俺じゃないです。あ、だわ。ここまでか。2人。あ、そう、4人ですね。終わり！というわけで。はい。ニューヨークでした。ガーン！いや、よかったっすね。面白かったなぁ。もう。いいかい、いや、一発目がよかったっすね。
いや、これもう一回ご本人から聞きたい、この発音、ね、すごい良かった。いいでしょうか。いいですか。はい。じゃあもう一回ちょっと読み上げてください。お願いします。平和さんお願いします。はい。僕の夏休み in ニューヨークでは、こんなことが起こる。オーガスト 13-2! Oh my god! なんか PS2 の音声聞こえるんだよね。なんか。なんかね。歪み具合と棒読み入って100点もらいました。ありがとうございます。めちゃくちゃいいんですよね。なんか PS2 から聞こえる音声みたいで。いや、ほんと。まずポリゴン、若干粗めの。粗いやつ、ね。はいはいはい、この感じ聞こえるの素晴らしいんですよね、これ。言い方も含めて素晴らしいと思います。ほんと100点だと思う。ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱ、声大事だと思って。ユーコンさんの次も良かったですね。カブトムシの中にスニーカー集めるモードがある。これめちゃくちゃニューヨークですね。ニューヨーカー、スニーカー。想像できちゃう。あー、ほんとに、冗談だって、すげーって言って、人気書いてる。めちゃくちゃ貴重なやつやん。めっちゃいいよね。もう見た瞬間わかるな。どっちが強いか。マルクのカブトムシを空港で募集されてしまったって、この悲しさね。マジで。あれんだろ、募集。僕くん持っていけないのよ、って。あれって言って。あんな集めたもん。いいね。あ、コメントで FPS 好きってありますね。ああ、ね、ありそうやな。いや、これはね、どうなってしまうんだっていうね。どうすんだよね、僕くん。グレネードとかも投げ始めるのかな。ダメだって、それ GTA じゃん、それも。大人の目線とか、なんか大人がさらおうとしてる目線とかが気になる。それに対して。怖いな。いろいろありそうですね。いろんなモードがありそうですね。本当、湯気さんのは結構リアルですね。中盤まで土足になれないとか。いや、ホームステイ先の年上の女の子が来るんですけど、めちゃくちゃリアルですよね、本当に。ちゃんと想像して、そう、自分が日本人の子供であって外国に行ったっていうのをちゃんと想像して、そうヤンキースの帽子とか本当にリアルですよ、ね。美しい回答しすぎたかもしれない。そのままできそうです、ね。反省して、ちゃんとゲームシステムをちゃんと組み立てようとしてた。うん、開発者側の。ちょっとちゃんとデザイン、そうそう、デザインしてしまうとこ、ちょっと反省ですね、これ。はい、いや、でも、結果的に治安が悪いので、一人で出歩くシーンがないっていう。結局、もう行き着きましたね。ボツになります。ボツになりましたね。そう。ゲームとこの土地が相性が悪いということで。確かに。本当ね。いや、反するね。そうですよね。そう。序盤はレモネードのやつ好き。アメリカか。レモネードというかアメリカ感ありますね。なんか、ね。あるあるある。屋台で。うん、安く作れて。僕の夏休みが全然わかんなくて。あ、で、だから俺、ニューヨーク一本柱で戦うしかなかったんですよ。いやでも、うん、ようやった、うん、ああ感動した。それで言うとあれですね、4分の3カットのスイカもそうなんですかね、北田さんの4分の3カットとかも存在せんよ。まず確かに日本のスイカをちょっと豪快にしただけっていうのがなんかちょっと面白い。ドンキーコング64の残機ぐらいしかわからんよ。懐かしいな。終盤で2個に増えるからね。そうそうそう。はいはいはい。64のドンキ分かりしただけ笑ってくださいね、今のね。さあ。むずいな。あるんですよ。狭すぎる。いや、でもほんと、今回、いい回答多かったっすね。で、あれですね、佐々木さんの追加ダウンロードコンテンツに、パディントンとのコラボエピソードがあるっていうので、ちゃんとコメント欄で、イギリスやないかっていう読みが。あ、イギリスなんや。なんか、来てました、ね。はい、来てました。まあ、パディントンニューヨークに行くっていう話もあるし。だから、まあ、元がイギリスだからっていうことでしょうね。いや、そいつが、ね。なるほどね。ないと。いや、よかった。パディントン過激派がおったわ。まあまあまあ、まあ、正確に伝えたいというね。ありがたい、ありがたい。パディントン、私知らんもんな。で、この、お題の MVP は、まるちゃんに決めていただこうか。お、よし、来た。じゃあ、今回は、お、もう、このお題で、うわーってなった回答一つあるので、お、その方に、はい、
ニューコンさんのカブトムシの代わりにスニーカーを集めるモードがある。素晴らしい。やりたいもんな。やりたいと思う。これコレクトした紙みたいですね。確かに楽しそう。机の上に置いてバンバン叩いて戦わせるんかな。どう裏返った。金がいる、金がいるな、スニーカー。すげえ金かかるな、このモード。金かかるわ。レモネードロー。確かに。まあまあ、ボトルでね、体当たりする可能性もあるんで。そうそうそう。ワインボトル持って。ニューツクのね、それも良かったですね。では、この題の MVP はニューコンさんのカブトムシの代わりにスニーカー集めるモードがあるでした。よいしょ。素晴らしいね。面白かった。23時になってしまったので。あら。次が最後のお題となります。おー、最後だー。